強敵が揃い、フットボーラーとしてのプライドがぶつかり合うこのコンペティション。90分後の結末は誰にも予想ができません。熱き戦いの始まりです。この時間はバルセロナ対アンカラ劇場、こちらをご覧いただきます。今日はバルセロナのホームグラウグラナに染まるスポティファイカンプノウからお届けします。10万人近い収容人数を持ち、70年以上の歴史を誇るこのスタジアムがこのゲームの舞台となります。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日433のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどうご覧になりますか？そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこのポイントになるのはサイドバックが上がれるということですね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、今ゲームが始まりました。バルセロナ対アンカラ劇場、最初から飛ばしてくるのか、後でギアを上げてくるのか、そのあたりお互いのプランも見えてくる立ち上がりかなと思いますけどね。なるほど、まずは立ち上がりです。さあ上がる、ここは抑えました。チャレンジしたところ、これはファールではありません。レバンドフスキ、レバンドフスキからロリアンテ、オフサイドです。自分で行く、ここは奪います。シエロ、レバンドフスキへ、チャンス、どうだ、シュート、さあフリーだ、防ぐ。この前半の立ち上がりから非常に積極的ですよね。いい入りができていると思いますけどね。バルセロナ立ち上がりから果敢に仕掛けてきていますね。もう少し守備的に来るかなとも思ったんですけどもね、持ち味を出してくれるおかげでゲームの展開としては面白いですよね。レバンドフスキ、裏を狙う、さあ来たか、シュート、触る、どうだ、前半の中盤に差し掛かりましたが、まだスコアに動きはありません。ガルナチョからロリアンテ、シュート、ゴール、バルセロナ。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、得意の形ですよね。
チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。さあバルセロナ1対0先制しています。これで主導権を握れますからね、はい、この後のゲームプランも立てやすくなりますし、チームにとっても大きな1点ですよね。そうですね。スペースを狙ったシュート決めたバルセロナ連続ゴール、一気に畳みかけます。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。今のシーンはまさにディフェンダーとの駆け引きですよね。こういう攻め合いは見応えありますよね。バルセロナさらに1点を追加し2対0としています。いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、スピード上がってきますよ。スペースを狙うガルナチョから中、キーパー直接処理しました。マルシッチからディアス、シュート防いだ。いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。アンカラギジュ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。セルヒオラモス、このボールをカットします。レバンドフスキ、シュート、よく止めた。入った、アディボール、どうだこのシュート。いや追加点、バルセロナ立て続けのゴール決めてきました。さあ今の得点どうご覧になりますか。強い弾道でね、状態うまく使って飛び込みましたね。ロリアンテ、今日2点目です。さあバルセロナ3点差までその差を広げています。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。中央へ、中央フリーでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。ここでファールがありました。レバンドフスキ、ここは抜かせません。ブライム・ディアス、抜ければチャンス、シュート、これをポスト、
バソゴグ、ボールを奪いに行きます。これはファールではありません。シエロ、ガルナチョ、おいい形じゃないですか。クロス、いや決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。40分を過ぎています。シュート、止めた。ここは競り勝ちます。スペースへ、振り抜いた。枠を捉えます。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。ガルナチョ、さあ打てるか。シュート、いい反応、シュートと、非常に惜しいシュートでしたが、ここで前半終了の笛です。誰が予想したのか、前半で3対0、バルセロナ大きくリードして前半を終えています。しっかり守りながら、まあ、攻撃してましたよね。この3点はね、数字以上に大きいと思いますよ。バルセロナ対アンカラギフ、バルセロナが3点差をつけ後半に向かいます。後半です。いけるか。ブラストボックス内、シュート、決まった。追加点、バルセロナ今日は止まりません。ブライム・ディアス、ドリブルからのシュート、これは完璧でしたね。ボックスの中に持ち込んでしっかり決めましたよね。ドリブルであそこまで持ち込めるというのも技術の高い証拠ですよね。ブライム・ディアス、今日2点目のゴールです。さあバルセロナ、このゲームの主導権を完全に抑えています。スルーパス、おっと来た、1対1、シュート来た。バルセロナ、今乗りに乗っている男が3点目、まさに絶好調。ロリアンテ、フェイントを入れてシュート、ゴールでした。ディフェンダーを揺さぶってコースを開ける、そこにすかさずシュートを打ってきますからね。イメージ通りのシュートだったんじゃないでしょうかね。素晴らしいハットトリックです。ロリアンテ、さあバルセロナ、現在圧倒的な強さを見せています。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じ。シュート、バルセロナ追加点、大量リード。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね。
ロリアンテ、これで今日4ゴールです。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめると1対1キーパーの判断素晴らしいものがありました。いやもったいないですよね、うわ行き過ぎてしまいましたね。この位置からプレッシャー、危ない、さあ勝負、ボール向かってきますよ、シュート来た、バルセロナさらに突き放します。ロリアンテ、フェイントからシュートという場面でした。相手を揺さぶってできたコースにしっかりと打ってきましたよね。見事なシュートでしたね。ロリアンテ、これがなんと今日5点目。いや非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。シエロ、ロリアンテがかなりきついプレッシャーを受けていますが、北澤さんどうご覧になりますか。今日はシュート、おっと抜けてくる、スルーパスを出す、さあロリアンテ、前開いた、シュート来た、追加点、バルセロナ容赦ない一発。ロリアンテ、フェイントを入れてからシュートという得点でした。ディフェンダーを揺さぶってコースを開ける、そこにすかさずシュートを打ってきますからね。イメージ通りのシュートだったんじゃないでしょうかね。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れをつかんだ感じですよね。もう1点いけますかね。裏のスペースを狙う、このボールに触ります。アンカラ技術カウンターを仕掛けていきます。ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。バルセロナとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。ガルナチョからブルーノ・フェルナンデス、チャンスになる、切り込むか、シュート、ゲット、バルセロナ全く手を緩めません。ロリアンテ、フェイントを入れてシュート、ゴールでした。いやうまく相手を翻弄してね、ディフェンダーを抜き去ってからシュート、見事でしたね。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。
スペースに出す。ディフェンスこれを読んでいた。アンカラギジュカウンターを仕掛けます。対応します。ブルーノ・フェルナンデス、ブルーノ・フェルナンデスからロリアンテ、さあブライム・ディアス、ディアス、いやー追加点バルセロナ。どこまで点差を広げるんでしょうか。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。いやカウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。ブライム・ディアス今日3点目。いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね、はい、いや少しいい形になりかけたんですけどもね。さあここでカウンター、ロリアンテからガルナチョ、シュート、なんと止めた。これはよく止めました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。アンカラギジュなんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。このパス、ここから打った、決めた、バルセロナ異世紀号初ゴール、新しい歴史の1ページを開きます。フリーの状況を見逃さず見事に決めてきました。そうですね、なんといってもシュートを打つ前の動き出しが良かったですよね。相手守備を遅らせるイメージだったんでしょうけども、今のはうまいタイミングで振り抜きましたよね。キーパーも対応遅れてましたからね。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。シュート決まった、追加点バルセロナ。さらにさらに点差を離していきます。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。いや非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。裏を狙っていきます。シュートゴール。おっと、しかしこれはオフサイドか。でもよく審判見てましたね。いやしかしレフリーよく見ていました。あと抜けてくる、シュート、追加点バルセロナ。容赦ない一発。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。
高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れをつかんだ感じですよね。もう1点いけますかね。さあ繋がるか、ロリアンテ自分で行く、シュートきた、追加点バルセロナ。どこまで点差を広げるんでしょうか。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。いや、チームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。これを奪います。裏へ届くか。さあガルナチョ抜けてくる、シュート、触った。いやー、よく反応しましたね。バルセロナとしてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。このパスはキーパーへ。チアゴシウバ、ここはカットします。これをカットします。スルーパスを狙う、このボールはディアスへ抜けてくる、上げてシュート、キーパーセーブ。オフサイドですね。厳しくチェックします。これはチャンス、シュート、ーこれはどうだ、ゴール。旗が上がっています。いや、もったいない。でもよく審判見てましたよね。今のゴールは幻となりました。バルセロナ、主審時計を見ながら長いホイッスル。バルセロナ、見事な試合内容で完勝です。ロリアンテ、やはり今日の主役はこの人でしょう。ゴールを量産し最高のパフォーマンスを見せてくれました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。バルセロナとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。どうもありがとうございました。バルセロナが圧倒的な強さを見せ勝利しました。